やるとするかい。こっか、ここでいいのが我が輩は。お、な曲は違うな。なんか作用、なんか養子になんか迎え入れたいみたいな、そういうなんか話がなんか出てるんだが、シャカ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 っととかもしれないな。先生、ちょっと舞風のところまで来てくれないか。ああ、作用のこれからについてベニヤの旦那から話があるそう。なに、どっか連れて行かれちゃうのかな。無縁な話ってわけじゃないようだからな。ああ、いや、ジェナが一緒に暮らしてもいいんじゃない。なんか一緒に旅立ちエンドみたいな、そういうあれでもいいんじゃない。あ、それそういう選択もしかして。俺がなんか選択のあれはあれかな。お揃いですな。それでは単刀直入に申しましょう。はい。こちらのさよさんを私んとこの子供として迎え入れたいんです。なんで？そもそも。さよも旦那様のご養子にですか？ああ、なんだろう、はい、それは。働き者で裏表のないこのさよさんのことは前々から気に入ってたんですが、なんか怪しいな。玄庵先生があんなことになって、皆さんその行く末を心配されているとか。まあ心配してるけどね。おりませんし、後継ぎのことで悩んでもおりまして、ああ、これも一つのご縁やなと、こう考えた次第であります。なんか怪しいな。さよにとっちゃ願ってもないお話だと思います。なんかやばいことで頼まそうじゃないのか。旦那んとこのような大棚のご用紙とは、この子には少し荷が重すぎるのでは。それにこの子はご存知のように言葉が。いえいえ、何の問題も。お前あっという間に読み書きを覚えるような賢い子や。商売のこともすぐに覚えてくれます。商売させんの。夢のようなお話で、この子にはこれ以上の幸せはないと思います。そうか、さよ。なんかうさんくせえんだけどな。もうあんまりあれじゃん、なんかよさげな。あの、おお、こっちか。行きたくないだよな。え、あいつら先生。またあいつら、あいつらの声がしたよな、てめえってこれなんだ一体、何が行われてんの。ちょ、お金たまってたっかな。ちょっとあれ勝たなきゃいけないんだけど、若干の。まだやってんのかお前は。だからあの七尻を出せって言ってんだよ。なんでなんで、どうしたの今度は。隠したりしたら痛い目に遭うぞ。よし、ぶっ飛ばせ。あ、普通にいる、やばいって。出ちゃダメだよ。出てはいけない。やばいね嫌がった。さあ、おとなしくそいつを渡しやがれこいつらよく出てくるな、ほんとな、あらゆるところに。なぜあの子を狙う。俺じゃダメなのか、俺じゃダメなのか、俺じゃダメなのか。あ、兄貴バカ、ナミの姉子が七尻子だって言ってただろうが。誰だナミって、知らねえな。ダメだ、ナミの姉子のことを口に出すんじゃねえ。口に出すんじゃねえ。ナミ、あの子が裏で手を引いてるのね。ナミはどこだ。知ってるな、こいつら。ち、同じあれか。誰が教えるかよ。同じ会話の人たち。そんなところで、犯罪も親分のお屋敷までは手が出せねえ。なるほど、犯罪もんの屋敷だな。ほう、乗り込むのか。あ、兄貴バレちまってるなーに、全員やっちまえば関係ねえ。あ、そう、ダンパしたらかってくんね。お戦い、よし、やでもお前らやれ、全部やれ。お前全部やるんだ。お、めっちゃ強いじゃん、めっちゃ強い、めっちゃ強い。ちょっと見てろ、セカオだから。ちょっと眺めてっから、遠くから。あー、助けが欲しかったら言ってちょうだいね。でもなんか一人でどうにかなりそうな気がするけど。もうやってくれ、とっとと、ババッとホテルバーバーマンな感じでやってくれ。強くねっていう、二刀流じゃん、あいつ。二刀流だよね、あれね。二刀流欲しいな。あ、やってるね、後ろから。ちょっとそれは卑怯だろ。しょうがない、じゃあ俺も稼ぐか。じゃあセカオだから。こいつ誰でもいいよ、もう。おい、なんだこいつ、行くぜ。なんだ今の。おい、でもなんか俺が負けずになんか負けずになった気がするんだな。かっけえ、かっこいいじゃないですか。ちょっと待って、俺ちょっと体力減ってるやつがいい。誰が、誰、こいつ。あ、なんか折れてないこれ、ちょっとめっちゃ暴れてんじゃん。一人でも十分だろ、どう考えても。
なんで俺が体力をやつ相手しなきゃいけないんだよ。おい、やめろ。俺は俺に触るな。どってめえ、おさっきから俺がさ、おとなしくしたら調子じゃなかったよ。あ、ふりゃドーンからの、よし、ドーン。俺がやったら手取ればいいだろ、もうこしたら。覚悟しながら、よーし、手取ればいいんだ、これが。おい、いいぞ。あっちはどうなってるんだ、おびえてんのか、お前ら。よし、バカ野郎が。最初からコースが早かったじゃねえか。兄貴、こいつやっぱり強えぜ。任せろ。覚えてやがれ。覚えておがれ。おーい、待ってくれよ。なんとかなんだなみたいな感じじゃないとな。どっかで聞いたんだその言葉な。夜、いきなり夜。ちょっと、あ、開いてねえじゃん。開いてないよね。なにこれ、乗り込んでいいの。乗り込んだったら乗り込むけど。始まんのかな、イベント。これ大丈夫。あ、なんか始まるっぽい。やばいね。しかも体力回復してねえじゃん。大根とか持ったっけ。うーわ、いっぱいいんじゃん。また戦うの。しかも一人。仲間いない誰かしら。こうするもね。やるの。返り討ちにしてやれ。マジで。マジかよ。いっぱいいるな。うわ、マジで。ちょ、これきついでしょ、いくらなんでも。ちょ、これはきついよ。じゃあまずザコ倒して、とりあえず。よし。おい。倒す。おい。おい。もう誰でもいい。誰でもかかってこい。よし。またこれイベントせんのか、これ。やべえな。ちょっと危ないね。ちょっと返しとくか。さっき大ダメージ食らっちゃったからな。割とまあ結構あれなんだよね。今、いくつあんの？なんつうの、これは？ほう。ああ、じゃあこれ使うか。よくわかんないけど。はい。なるほど。じゃあ大根やいっとく。やばい、ないな。もうこれしかないじゃん。ちょっと危ないんじゃない。おい、お前か。誰でもいい、誰でもいいよ。早くかかってこいや。おい、よし。変わるな。なんか敵がターゲットがどんどん変わっていく。どうしよう。これめっちゃ強いじゃん。ガードされるとちょっときついけどな。やべ、よし。まあ、ある意味で好きだらけじゃ好きだらけの お前からでいいよ。よし、よし、次お前だ。オッケー。時間かかりそうだな。おっ、おい、戦闘終わんねえぞ。おっ、危ねえ。刀ならがまずい。もうちょい待って、もうちょい待って、もうちょい待って。よし、来い、よし、来いや。あと来いや。おっ。おい、おい。なんか倒しそうじゃねえ、なんか。おい。倒した？あ、やばい、やばい、やばい。あれがない。待って、待って、待って、もうちょい待って。やろ、落ちくんじゃねえ。乗り込めねえのか、これ。よし。え、倒した？マジで？やばい、倒しちゃった。え、でも完全あれじゃん、もう。何、最終決戦みたいな感じ。マジで。それはそれでなんかあれだな。いいのか、それで。やってしまった。お前の刀に残せよ。でも俺3個までしか持てないんだよな、刀。お前のそれ欲しい。おこれあれか。ちょっと待て。これ俺どこで拾った。これよくわかんねえな。これいらんわ。これもいらんか。これわけわかんねえんだよな。防御力50なんかすげえ強そうな感じすっけよね。もらっておこう。じゃあ、あれ、俺何拾った今。俺拾えた今。俺拾えてなくね。
謎の感じだったんだが。あー怖い、なんかもう絶対やばいの来んじゃんこれ。あ、誰もいない、もぬけの殻じゃん。本当に来やがる。あ、普通にいるわ。こいつはとんだバカ者だ。誰あいつ。だから言ったでしょ、あのサヨって子のことになると見境つかなくなるんだから。この人有名になったのはあれかな。もうちょっと利口のやつだと思ってたんだよな。おう、まあいい、一応聞いといてやる。俺に何の用だ。ぶっ飛ばす、ぶっ飛ばしゃらせるか。なぜサヨをさらおうとする。あ、まあこれでいっか、とりあえず。なんだお前、何も知らないってな。うん、さっぱりわかんねえな。自分が次男かあの子に教えたからこんなことになってんのよ。ほう、ちょっとは責任感じたら。違いない。いいか、玄関が死んだ今、ソマの製法を知っているのはあの娘だけなの。ソマってなんだ、なんかヤバそうなあれかな。なんかベニアとチオとか密談してるの聞いちゃったのよ。チオ、あの二人が幕府のために働いてるってのは知ってた。ベニア、それも知らないんだ。じゃあヤバいやつじゃん。まったくおめでたいやつ。え、いい、サヨはね、字の練習のために玄庵が隠してたソマの製造法を書き写しちゃったの。あの子頭がいいからそれをすっかり覚えちゃってるんだって。意味も分からない。あ、だから連れて行こうとしたわね。大変。こいつは莫大な金と力が手に入る話だ。だからみんなやってんのか。むざむざ幕府の手に渡すわけにはいかない。ああ、だからあのおっさんも来たってことね。血を流すのもめんどくさい。500両。これであの娘からすっぱり手を引きな。はあ、手を引こう。あんだ、まあそういう選択肢もあるんだね。まあ普通に断るけどな。物分かりの悪いやつだ。まあな。ならここで死にな。おう、いい、でけえ。俺のなんか助けてくれたやつが、いやなとこに。お、やばいやばいやばい。終えるか、かかってこいや。いや、全員かかってこい。全員張り通してやる。あいつもいるんだ。やばい、あいつもいる。マジで。おい、よし、まず一人。よし、まず一人一人やっていこう。よし。おおっと、やばい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 、こっちやばい、こっちやばい、こっちやばい。相手し、相手しなくていいよ。相手しなくていい。やばい、こっちやばい。マジで言ってる。ちょっとガチのあれじゃん。ガチ親父じゃん。やべえ、もうねえよ。マジで、めっちゃ強いんだけど。はいや、はいや、はいや。ちょっと待って、これ強すぎる、こいつ。あいつの刀もらえないかな。ちょっと刀、欲しい、あいつもらえんだったら。よこせ。なんでこいつらまだついてきてんだ。いらねえ、こんなん。俺いらねえっつったら、なんでついてきてんだよ。ふざけやがって。ちょっと待て、俺はいらん。ここでやろう。やば、それ横田さんの刀。やばい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 、めっちゃ速い、めっちゃ、めっちゃ強いじゃん。ちょっと こいつからやりたい。ちょっとおい、おめえがや。よし、いいぞ、これどけ。やばいやばい、めっちゃ速い、めっちゃ速い、めっちゃ速い。やばいってこいつ、狂ってるよ。速いし強いし。あ、ここまずいな、場所まずすぎる。やっべ、見えない見えない見えない、ここじゃ見えないって。うわ、やばい、やばすぎだろ。音をそしておかしくなってる。ちょっと待って、大丈夫かこれ。バッシュがあり、倒せ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 。よし、まず広いところに行く。一撃がやべえ、狂ってる。よし、ちょっと慎重に行け、ガチで慎重に行こう。あれ何、なんか落ちてない。何これ、すいません。やべ、やばい、やべ、強え。何これ強いの、こいつ。これいけるかな。さすがなんか大ボスなだけあるな。ガチで強いじゃん。てか何もねえ、おにぎり1個しかない。これが最後の。やばい、俺ここで倒せなかったらもしまいだぞ。ちょっとプレッシャー半端ないな。よし、うん、ちょっと待って、冷静になれ冷静になれ。やばい、よし、ここで
で、こうで、あー、くそ、まあいいや、OK、 いいぞ。いや、これまで、これまで、やばい。よし、OK、 ちょっと距離離した方がいい。まあ、まあ、まあ、とりあえず5分、5分ぐらいだな。ナイス、よーし、いいぞ。いけ、いけ、いけ、まずい、まずい、強すぎだろ。マジでこれやばいな。ほらよ、おい、お、いいね。おう、おい、まあ、これあればまああれだな、多少は安心感あるな。これだよ、まあ切るって言っても切れまくれんじゃない。とりあえず下げるか。あ、どうすかな、ギリギリまで上げとくか。ほらよ、おい、あ、結構上がるね。これで、おい、あと1回できるのか。じゃあ1回やっちゃうで、残りおにぎりに使うわけ。あの刀いらない、売れねえ、売れねえのか、あれ刀みたいな、売っ払いてんだけど。よし、おう、あれ強すぎるわマジで。何あの化け物みたいな強さ、あんなに強いとはな。おい、ああ、まあいいや、オッケー。で、残りのやつを あれしよう、まあ、おにぎりとかに使えばいいだろ。なぜ狙うそんなの誰が教えるかよそう、そうとな、ナミの姉子に喋るなって言われたんだ。お前めっちゃガンガン喋るな。ナミ、あの子が裏で手を引いてるのね。ナミはどこだ。なんてことだ。し、誰が教えるかよ。教えたところで犯罪の親分の私までは手が出せお前ら面白いな。よし、もう成敗してくれる。問答無用ってわけか。手取り早いだろ。いいだろ。よし。どうせ邪魔なお前には死んでもらおうと思っていたのよ。かかってこいや。でけえな、マジで。いや、あいつマジで強いよ。野郎ども、やっちまえ。よーし、OK。おい。あれ、いない？いないパターン。まあ、いないなら別にそれはそれでいいけど。あ、なんか落としてる。あ、なんか拾いたかった。何あれ。え、なんか展開が違う。ちょっと待って、一体どんな美しい血がちょっと待って、俺ら友達だろ。いや、俺たち友達だよな。俺たち友達だろ。あぶねえ。どっか行け、どっか行け。やばい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 、やばい、こいつ怖い、怖すぎ。これ絶対こいつやばい。これ何、これ、おにぎり、やった、おにぎりだ。甘い、よし、一気にいく。よし、いいぞ。やばい、危ね、気をつけろ、こいつ絶対、これ絶対強いからな、こいつは。あ、これ結構早いな。おお、やばい、ちょ待って、なんだこの子、ちょっと待ってちょっと待ってくれ、何やってんの。やばいやばい、てかもうない、これ何これ。あ、そうだ、俺が買ったやつか。やばっ、ちょ、あー、危なかった。何やってんのこいつ、とんでもねえ、ちょ、やめてやめて、うわー、ちょっとおかしいっつ、おかしいって、おかしいって、いやー、今死にかけた俺は、間一髪のところで。いや、おかしいって、何こいつの強さ。やべえ、お前の刀よこせ。ちょっと待って、これシャレ、まあ、シャレンだなこれ。何このあいつたらかもな、俺逃がしてくれよ。やばい、めっちゃ強い。ちょっと急に本性荒らし始めたな。
いやちょっとこの後あいつ戦うと無理だぞ俺。さすがに待てちょっと待ってくれ。でもここがやりやすいか。よし強すぎる。おかしいおかしいだろう。